はい、ネギシコです。今日はね、なんと恒例のキャバ散歩シリーズ、全国のおすすめのキャバクラとかおすすめのお店とかを紹介するキャバ散歩シリーズなんだけど、今日はね、岩手県盛岡編ということで盛岡に来てます。で、まあまずは大体いつも夕飯から始めるんだけど、結構ね、俺はこのご飯屋さんとかキャバクラとか全部そうなんだけど、リサーチして調べていつも予約するんだけどね、すげえ得意なのよ。で、大体ご飯屋さんってこれ外したことないの、基本的に。だから今日のお店も結構俺は自信ある。なんかあえて観光客とかが行くようなお店じゃなくて、地元の人とかが行くようなお店をね、今日も調べてるんで、まあここなんだけどね、今日は焼肉瀬川さんっていう盛岡の焼肉屋さんに行ってご飯を食べてから、その夜の街に行ってみたいと思います。まあなんで、だからここのお店が大体いくらぐらいだったかとか、どういう味だったかとかもなんか脱出しながらね、やっていきたいと思います。じゃあ早速行きましょう。マジでうまかった。やっぱマジ俺のリサーチはね、かなり合ってたと思う。特に白米とハラミが抜群にうまかったな。あとなんかロースをとろろにつけて食べるやつ、ぜひね、盛岡に観光とか来た際はご飯ね、行ってみるといいと思います。で、お会計も1人5000円ぐらいだったかな、お会計が。なんでコスパもなかなか良かった、いっぱい出てきたし。で、これから夜の街に行きたいと思います。ということで、こちら、ここら辺が盛岡の繁華街の大通りっていう、盛岡の繁華街は大通りってところにあるんだって。でも、ボーイさんだらけや。こんばんは。まあ、てな感じで、俺がこの盛岡の大通りに来てる印象だと、結構ね、街が大きい。結構ね、キャバクラとかスナックとかもいっぱいあるっぽいんで、まあその中でもみんながね、これを見てる人たちが盛岡に来ました、盛岡の繁華街大通りに飲みに来ました、じゃあキャバクラどこ行こうかなって思った時に失敗しないようにね、おすすめのキャバクラを何件か紹介したいと思います。で、俺ね、もう事前に調べてきてんのよ、これ見てる人たちのために。で、1個はちょっと俺が気になってて、ここ良さそうだなって思うのはアクアっていうキャバクラが結構良さそうだったんで、まあ一回行ってみて、まあ良くなかったら良くなかったって言うけどね。まあこんな感じ、街でかいでしょね。で、もう一本向こうにもあるし、もう一本向こうにもあるしみたいな感じで、結構でかい感じですわ。案内所もな、結構当てになんねえかな。飲み屋がやってる、大きいグループとかがやってる案内所とかもあるからさ、コロナだから人がいないのか、まあ、あんまりそもそも街が盛ってないのか、なんかお客さん全然歩いてない。早いね、時間がまだ。いや、8時半だからね。でもそんな早くはないでしょ。あ、でも出てきたね、すごいキャバクラが。なんかこっちの方でキャバクラとかやる人とかいないかな、なんか教えたいわ全部。レミー、なんかディープな街だな。え、ディープな街だよ。いつもそんなこと言ってない。田舎はディープだよな、やっぱり。だ、そう考えるとさ、高崎ってさ、田舎のくせにレベル高くない？まあ確かに、この辺とかいっぱいあるじゃん、飲み屋っぽい。シエルとか名前いいけど、あれだ、あ、そう、シエル。あ、ある。あった、9階だ。なんかでかいね、やっぱり。ワンフロア。メダパンね。すごいね、この裏パンで。感想？感想。いや、やっぱり俺の見立てはあったね。ね。ね。あやちゃん、あやちゃんがおすすめ。ほら、もうこれでわかるでしょ。可愛く見てるね。お店も綺麗だしね。でも本当に、まあちょっと行ってみようみたいな感じで岩手君。まあレベル高いなって思った。結構ね、全体的にそうあんま変な子いなかったなって。そうでもない。いや、もう、あ、まあ確かにそのふわふわ系が好きだからね、いつとも。は俺は結構全体的にレベル高かったなって思うけどね。あ、そうなんだ。もう大丈夫、俺分かった、ある程度。あ、こんばんは、はじめまして。DM 作ってください。あ、ちっちゃい車。あ、見ました、インスタグラム。ありがとうございます。
ずっと前から。ありがとうございます。よかったら、大丈夫ですか、時間。SNS から DM くれて、いつも YouTube 見てくださってる岩手の車屋さんですよね、の社長さん、ちょっと一緒に飲みたいですみたいな、男の人だったからいいかなって思って。ありがとうございます。まあキャラは良かったね。あの一人明るい子がいたからまだ救いだったかな。でもあの本当に俺は動画で嘘つきたくないよ。なんかさ、前もなんだっけ、どこだっけ、あの行った時、この間富山行った時にさ、なんか口が悪いとか言うことが失礼とか言ってたけど、ブスの店をさ、いいお店ですよって言われたらさ、行ったら信用できないじゃんか。俺それが嫌なのよ。だからブスのとこはブスって言うし、ボーイが使えないなと思ったら使えないなって言うの。だからさっきの店は別にあのおすすめはしません、別に。でも本当明るくて女の子はいい子だったけどね。次はもうね、絶対合ってる、おすすめ。なんで、なんでとこ、社長さんもおすすめだし、あのさっきの女の子もみんなここはいいですよって言ってたから、じゃん、ここです。ミシェルってさ、なんかの名前、誰かの名前じゃなかったっけ。あの、お母さんです。あ、そうだ、うちの母親の占い師の名前だ、ミシェル。ジュリーしか分かんない。へぇー、3件目。何名前、俺の場所、場所、あ、ここの名前よ、あなたの名前知ってるわ。ミシェル、ミシェルですよね。お姉さんはすごいなんかアジアンビューティーって感じ。そうなんだよ、すごい恥ずかしいです。めっちゃアジアンビューティーなんだ。ありがとうございました。すいません、ごちそうさまでした、ほんとに。ええ、ごちそうさまでした。これ今何件目だっけ、3件目、ごちそうになっちゃった。初めましてなのに。実際マジレベル高いなって思った俺。ミシェルはあのおすすめ、絶対行った方がいいと思う。あの盛岡のキャバクラ行くなら行った方がいいと思う。女の子ほんとみんな可愛かった、話もできるし、すごい良かったね。お店の人も良かったし。もう帰るんですか。いや、わかんない、ちょっとお任せして。シエル、でも最後は冒険です、ジュクジュキャバクラ。じゃあ俺も今、うん、お母さんを、お母さん、その鈴友とやらせて寝取られたいん。正直 YouTube 載せれない。だからお母さんと今夜一緒に鈴友にね、ホテルに帰ってほしい。うん、やっぱりなんか似てるなと思って、ちょっと名前出てこない。名前出てこない、なんでだろう。うちの娘の中央高校だったんですよ。誰だよ、だからどこだよ、その高校。はい、はい、2、1、はい。お母さん、何歳だっけ。はい、40歳です。40歳です。カツラ、シングルマザー3人子持ち、カツラです。カツラです。はい、ということでね、最後はあのちょっと冒険を兼ねて熟女キャバクラ行ってきたんだけど、あの、まあ、とてもカオスなお店だったね。あの、まあ、でもいいキャラだった、面白かった、面白かったよね。まあ最後ね、ちょっと盛り上がりたいなって時なんかはいいんじゃないですか。もう最後締め、せっかく盛岡来たからちょっと冷麺食べたいじゃんか。だから冷麺ペイワン、ここ24時間やってるらしいよ。すごくない。でも創業ももう結構何年もやってるって。ということでペイワンで冷麺を食べます。なんか美味しそう、冷麺すげえ、なんか透明感が甘いんです。うわ、ほんとに甘っ。甘い飯嫌いじゃないですか。うん、どうですか、デザートと思って食えば。いろいろ案内していただいて、すいません、今日ありがとうございました。一日、不祥ありがとうございました。すいません、いろいろごちそうになっちゃって、ごちそうました。またお願いします。またぜひ、はい、あの盛岡でも群馬でも会いましょう。すいません、また、お疲れ様です。はい、ということで夜のキャバ散歩仙台盛岡編。仙台じゃないです、間違えた。なんだっけ、岩手。岩手県盛岡編終わりましたということでね。まあお店なんだけど、俺がこのもしね、これからなんか出張だったりとかさ、盛岡だったりとかに友達と遊びに来るときにぜひ行ってほしいキャバクラは、1個はアクアってお店。やっぱりやっぱそれは俺が調べた通り、お店も綺麗だったし、女の子のレベルも結構高かった、可愛い子が多かったなって思うのと、あともう1軒はミシェルっていうところもすごい良かった。あの何が良かったかって、結構全体的に女の子は可愛かったので、
もう一個はシエルってとこもう結構行ってないんだけど、そこは良さげ、まあ、あとは最後食べた焼肉屋さんも24時間営業やってるってたけど、まあ24時間営業にしてはなかなかのクオリティだなって思った。でもやっぱり一軒目に行った焼肉屋さんがすごい本当に地元の人とかが行くような食通の人が行くお店行ってたから、まあそこ美味しかった、本当にぜひ行ってみてくださいということでね、まあこんな感じで夜のキャバ散歩おすすめのお店だったんで、ぜひ皆さん盛岡に来た際は行ってみてください。そこだったら間違いないと思います。まあ他のお店はあんま行ってないんで分かんないけど、あんまりな気がする、なんか違う気がするということで終わりにしたいと思います。じゃあおやすみなさい。チャンネル登録と SNS のフォロー、高評価よろしくお願いします。バイバイ。ちゃんと閉まった閉まったって、お前今日も一生懸命お持ち帰りしようとしてたけど失敗してたじゃん。やめてね、してないしてない、残念だったな。俺お持ち帰りとかしないから。お持ち帰りしようとしてたけど今日も全部全滅だった。してません。どうしたうるさいな。